えーっと、皆さん、こんにちは。高橋慶です。この音声のシリーズでは、俺がダラダラと雑談をするということを知っております。さて、えー、っと、水曜日、週の半ばの <laughs>、感じですけど、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えー、っと、あれ久しぶりかな久しぶりでもないいつぶりえー、っと、土曜日にやったかなそん,がそんぐらいぶりぐらい。のはず。 えっと、この間 YouTube に反出生主義のやつあげたじゃん。で、その反出生主義のやつにバットボタンがすげえ押されててびっくりしたわ <laughs>。いや、だってさー、って感じで。だってさー、なんだろうなー、しょうがなくないっていう。そんで、いや、多分その反出生主義の話をしたところで、反出生主義って頭悪いよね、みたいなことを冒頭に言い過ぎてるんだよね。で <laughs> <laughs> 反出生主義ってバカじゃないみたいなことを冒頭にすげえ言いすぎててでえっ、ー、と多分そこで帰ってる人が大多数でそこでもうバットボタンを押されているのではっていう感じが個人的にはしましたっていうまあだから難しいよね反出生主義ってほら共感を呼ぼうと思ってぐあの検索するわけじゃんで反出生主義について喋ってる人いないかなみたいな感じで、えー、と検索をするわけだけどそこから こうなんちゅうのかな。あんまり、こう、共感を得るような話を俺がしてないからね <laughs>。出世主義って、ちょっと、ちょっと思考が幼くないみたいな話をしたらめっちゃバットボタンを押されてるっていう。そりゃそうだなと思って <laughs>。なんか最初すごいびっくりしたのよ。え、あんないい話したのにと思って <laughs>。個人的には。俺の割には結構いい話したぞと思ったんだけど、いや、そんなって思ってちょっとびっくりしましたね。 はい、えー、っとなんか高校物理知ってると論理性高いよみたいな話をしたと思うんですけどで、えー、っと高校物理でじゃあ具体的にどういうのが役に立つのみたいな話はあまりしてなかったのでまあそんな文脈でそのレンズの法則って今一度何かっていうのをちょっとお話をしてそれって 結構普遍的にいろいろ成り立つんじゃねっていう話を今日はしてみようかなと思います。で、えー、っと、レンズの法則を知らない人もいるでしょうから、えー、っと、少しだけ説明をすると、えー、っと、ツイキャスで聞いてくださってる皆さんは右側にリンクを出しておきますので、ちょっとそれを見てみてください。で、えー、っと、YouTube は下にあの貼っておきますので、そこから飛んでください。レンズの法則これだよっていうのがあるので。 えっと、レンズの法則何だったかというとですね、なんか、あの、内容は知ってるけど言葉忘れちゃった系の物理用語みたいなね、<laughs> ことをするとレンズの法則ってだいぶ上位に来ると思ってて、なんか、あの、結構物理ちゃんと理解してる人に、いや、レンズの法則みたいなもんだよっていうと、レンズの法則って何だっけみたいなことを言われることが割と多くて。 いや、レンツの法則ってあれほらあの、変化を妨げる向きにっていうそれ、それだけ言うとなんかすげえ伝わるっていう。変化を妨げる向き、ああ、はい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 みたいな。あ、それレンツって言うんでしたねみたいな感じになるっていうのがあってですね。えー、っと、まあ、どっちかっていうと歴史的背景から話しておこうか。まあ、ファラデーっていう人がいてさ、まあ、ファラデーっていうのはさ、えー、っと、小学校しか出ていない物理学者なわけですよ。で、その小学校しか出て、 いなくてその製本屋さんで働いていてっていう話って有名じゃないですか。で、その、だから、こう、直感で彼はその物理法則みたいなのを発見していくんでね、まあ物理法則に限らないんだけどさ、化学の分野にも結構業績を残してるんだけど、まあ、えっ、ー、と、電磁気の世界だとファラデーがすごい有名なので、えっ、ー、と、物理っぽい話ですると、そういう、こう、なんだろうな、インスピレーションでどうこうしちゃうっていう派の人ですよね、ファラデーってどっちかっていうとね。で、 うんと、絵が上手なんでね。ノートを取るのがすごい上手でさ。まあ、デイビーっていう、まあ、その、ファラデーの師匠がいて、そのデイビーっていう人にこうついて研究をするみたいな感じだったんだけど、で、彼自身は小学校しか出てなくて、まあ、生涯、えっ、ー、と、今で言うと、高校の数学ぐらいは、理解してたんだっけな。いや、えっ、ー、と、高校の数学も確か理解してなくて、中学の算数ぐらいしか理解、 してなかったって言われてたんじゃないかな。で、えっ、ー、と、けど、その、実験の研究者の中で最も偉大、その、物理学者の中でね、かなり偉大な方に入るっていうのが、まあ、ファラデーですよね。で、そのファラデーが何を見つけたかっていうと、うんと、電流と磁石の間に相互作用の実験を行うっていうのが、1821年に行われていて、19世紀ですけどね。えっ、ー、と、まあ、電流の流れている、まあ、針ですよね、と、針金ね。 電流の流れてる針金に対して磁石を近づけると,、えー、と連続で回転して、まあ、これがモーターの原理になるっていうのが分かったわけですよねでえっ、ー、とまあここでさみんなが学ぶべきことはさここからそのレンズの法則が発見されるまでに10年ぐらい経ってるってことなんでねつまりその磁場があってで、えー、と電流流してで、えー、とこれこうやって動くよねみたいなあの フレミング左手の法則ってあるでしょ。あれで動くよね、みたいなやつってあるじゃないですか。あれの、まあ、直感的に言うと逆ですよ。まあ、本当は違うんだけど。<laughs> 本当は、その、えっ、ー、と、原理がちょっと違うんですけど、けど、その、それと逆のことできないかっていう、その、磁場をじゃあこうやってやったら電流流れるようにできないかっていうふうに考えて、 るはその逆向きの発想をするのに1931年まで用していて、えっ、ー、と、ファラデーが電流と磁石の相互作用の実験を行ってから、まあ、なんと10年も経っちゃってるっていうね。で、まあ、どうしてこうなってるかっていうのを原因として、まあ、ちょっと現象が難しくて、そのコイルに対して磁石を近づけたり遠ざけたりすると電気が発生するっていうのが発見されたんですよね。で、これ、まあ、やってみると、実際にやってみるとわかるんだけど、 割と一瞬なんだよね <laughs>。あの、あ、それのこと言ってんのみたいなぐらい一瞬流れるから、だから結構わかりにくいっていうのがあるんだけど、えー、っと、今右側に、えー、っと、もしくは YouTube で見てる方は下のコメント欄じゃないや、えー、っと、コメント欄か、概要欄か、下の概要欄に貼ってあるリンクを見てほしいんですが、えー、っと、レンズの補足っていうのは、誘導電流の向きには決まりがあって、えー、っと、変化の向きを妨げる方向に電流が流れると。 なので、えー、と例えば、コイルに対して N 極の磁石をこう近づけると、それに対して、いや、N 来ちゃいやみたいな感じで、同じ N 極を発生しようとして、電流が流れると。で、えーと、今度 N が離れていこうとすると、いや、N 行かないで、やめてっていう方向に、えっ、ー、と、S と N の逆側、だから、 N をもっと近づけようとするっていう方向に電流が流れるっていうのが、まあレンズの法則の不思議なとこですよね。で、これなんでって言われるとよくわかんないっていう。<laughs> いやこのレンズの法則ってそのこうなんだろうな、大きい法則としてどういう法則が成り立ってるのかって実は分かってないと思うんだよね。多分俺調べた限りっていうか、まあ、割と多分物理詳しい方じゃん。<laughs> 自分で言うのもなんだけど、たぶんね、たぶんよ。えっと、100人いたら1位になる、まあ、どうかな、どれぐらいだろう <laughs>。100人いたら1位になる自信はぐらいはあるな。2位の,の集団から100人釣ってきて、えっと、俺が入ってたとして1位になる自信は、えっと、1000人、うん、1万人、1万人だとちょっと自信がないかな。 0.01は自信あるかなま、あい,いえ、そんなことはどうでもいいんだけど。えっと、ま、時計の方じゃん。で、その俺が、まあ、特にこのレンツの法則ってなんでっていう、あの話になった時に、なんでか知らないので、多分、これを、こう、さらに一般化するような法則ってまだ見つかってないと思うんだよね。レンツの法則っぽい法則っていうのはあると思うんだけどさ。で、えっ、ー、と、これって結構人間関係に近いよね、みたいな話って俺よくするんだけど。<laughs> 要するに、あのー、何でもそうなんですけど、距離をいきなり詰められると警戒するじゃないですか。<laughs> どう考えても。そうすると、変化を妨げる向きに僕らはこう距離を置こうとしますよね、その人と。あれ ?LINE なんかやたら来てるみたいな、うん。ちょっと変化を妨げる方向にこうするかみたいな。だけど、えっ、ー、と、逆に、その、毎日連絡してくれてたのに、いきなり連絡がなくなると、えってなるじゃないですか。そうすると、なんか、 なんでみたいな感じになって、その変化を妨げる向きに、なんか連絡取ってみようかなみたいな。まあそうじゃなくても、なんかちょっと違う行動をしようとしたりしますよね。こうなんか、え、俺ちょっと寂しいんですけど、みたいなことをツイッターに書いてみたりとか、<laughs> えっと、したりするじゃないですか。そういうね、この、その、具体的に、 まあそういうのってさ、難しくて、人間関係ってそういう意味では難しくて <laughs>、えっと、LINE ずーっと来てた相手に、えっと、LINE がいきなりストップしたら、自分から LINE を送ることってなかなかできないんですよ。まあ俺の場合は逆なんだけどね。俺は基本的に自分から LINE を送って、で、えっと、パタって止まるみたいな時は全然あるんだけど、その、LINE たくさん来てた人がいきなり亡くなるってことはあんまりないので <laughs>、あれなんだけど、えっと、あ、 逆側の立場に立ってみると、でも自分から LINE 送るのって微妙だよねみたいな感じになるんだよ。で、それとは違う方法で、なんか Twitter に書いてみたりとか、えー、Facebook に何とかって書いてみたりとか、えー、そういうことをし始めるわけですよね。つまり変化を妨げる向きに、えー、と相手を引き止めようとするみたいなのが、えー、と割と人間関係でも成り立ってますよねっていう話。 が、まずあるんですけど、まあそれは本当かっていう話をちょっとしてみたいと思うんですよね。で、えっ、ー、と、もうそのレンツの法則っていうのがあって、で、それと人間関係のその、なんだろうな、変化を妨げる向きに行動してしまうっていうのは、それはもう、なんだろう、仮説として固定されてると仮定して、その先の話を今日はするので。<laughs> いや、なんかさ、あの、一応喋る前に俺、 いつも調べるのよ。こういう同じようなこと喋ってる人いるかなとか、同じようなこと書いてる人いるかなとか、必ずブロック書くときとか、YouTube で喋るときとかも調べてるんだけど、<laughs> まあ、すでにね、レンツの法則、恋愛とかは全然あったわけ。で、あ、やっぱ物理やって、まあちょっと気持ち悪いから、そういうのを <laughs>、恋愛で語るみたいなことしてるんだ、もうすでにと思って、それはもうあんまり意味がないかなと思ったので、えっ、ー、と、どっちかっていうと、その先の話をします。それって、本当にそうなのかっていうのと、えっ、ー、と、さらに、何ちゅうのかな。 うんと生命らしさとかその意識とかっていうのはじゃあどういうところに、あのー、存在するのかっていう話をどっちかっていうとしてみようと思いますのでえー、っとなので今ここまでは前提ねなのでその変化を妨げる向きに何だろう磁場が発生してっていうのを押さえておいていただければいいと思います ま、本当はね、その本当は、その高校物理の範囲で言うと今みたいな表現になるけど、本当はもちろん違くて、えっ、ー、と、磁場の強さの変化を妨げる向きにき、えっ、ー、と、電波が生じるっていう方が多分正しいんですけど。<laughs> そうでしょ。あの、ファラデーの電磁誘導の、えっ、ー、と、マックスウェルの方程式の、なんだろう、上から二つ目。<laughs> それどうやって書いたかによるだろうって思うけど <laughs> 電波。電場磁場の順で書くと二つ目、あの、ローテーションの式ね。が、えっ、ー、と、レンズの法則なので、まあ、それで言うとそっちなんですけど、結果的に電流が流れるっていうわけなので、あれなんですが、まあ、とりあえずこう、この範囲でいいでしょうと。その結果的に電流が流れますっていうので、一回押さえてもらって、で、その、なんだろう、えっ、ー、と、N がいなくなっちゃう。 時に引き止めるように磁場が発生して、その磁場の発生する。向きっていうのは変化を妨げる方向の n と s になるっていう。っていう感じで押さえていただければなと思います。まあ、中学中学でも習うんだけど、レンズの不足って忘れちゃったけど、まあ、なんかそんなのがあるよね。っていう話ですね。で、えー、っとまあ。 忘れちゃいけないのは、じゃあ、これをね、単純に歌おうと思ったら、いや、レンズの法則っつっても、さっきも言いましたけど、実験してみると一瞬なんですよ。で、えっ、ー、と、どういうのかっていうと、いきなりこう近づけたり、いきなり離したりとかすると、わっわって振れるんでね、針が。で、えっ、ー、と、それもさ、その、なんだろう、あの、めっちゃ磁場発生する磁石あるじゃん、何 何磁石って言うんだっけえっと、な <laughs> んとか磁石ってやつあるじゃん。あれをさ、いきなりバーって近づけて、そうするといきなりバーって電流流れたりするじゃん。本当に、あの、1テラとか発生させられるような、あの、磁場を持ってきて、で、それを電流にこうやって近づけたら、まあ、多分その、えっ、ー、と、導線にも抵抗があるので、それが破壊されちゃったりしますよね。いきなり来ると。っていう、えっ、ー、と、衝撃が強すぎると、相手は、あの、 身を滅ぼす部分があるわけですよ。いきなり、なんか、すごい強烈な奴が近づいてきたら相手が変わっちゃうとかね。でもしくは、そう、そういう相手がいきなりいなくなると相手がおかしくなっちゃうとかありますよね。まあ、これを、これを一般にメンヘラと言うわけですけど <laughs>。言うわけですけど、えっ、ー、と、そういう状態があるわけですよね。で、その、あくまでも変化を妨げる向きに磁場が発生するっていうのは、その、線形応答領域に、こう、なんだろうな、存在している。 る範囲で成り立つっていうことをみんんなな忘れがちなんですよだから例えばそのまあ、もっと簡単な話をすればまあ、ちっちゃい磁石があって近づけましたで変化を妨げる時に磁場が発生しますでそれをまた遠ざけましたでもっと遠ざけましょうもっと遠ざけましょうって言っても、えー、とコイルとその磁石の距離っていうのがものすごい離れてたら何も影響しないですよね。 とか、えっ、ー、と、もしくは、その、離れた瞬間、その瞬間だけ引き止めようとするけど、けど、それである程度のところで落ち着きますよね。なので、えっ、ー、と、レンズの法則だけで考えると、あまりにも時間が短すぎて、えっ、ー、と、引き止めようとする時間っていうのもものすごい短い。まあそういうこともあるんだけど、全然。<笑><笑>そういうことも全然あるし、えっ、ー、と、いいところで落ち着くっていうのが、まあ人間関係の常だと思うんですけど、けど、まあそうなるじゃないですか。で えっとまあ何でもそうなんだけどその物理の式って必ず、うん、とどこの適用範囲で成り立つのかっていうことを考えなきゃいけないわけですよ。さっっき言たたみたいに まあ、ネオジウム磁石か。それが出てこなかった、さっき。<laughs> ネオジウム磁石みたいなやつをボーンっていきなり近づけたら、こっちが破壊されちゃうとかってあるわけですよね。で、それをまたこう、取り除こうとしたら、こっちが破壊されちゃうみたいなことはあり得るわけですね。で、もっと単純に言えば、えっ、ー、と、例えば線形応答で一番代表的なのって、まあ、オームの法則に代表される V イコール RI ってやつだけど、えーと、なんだろう、うえーと、電圧かけたその分だけ、えっ、ー、と、電流が流れます。それは R に えーと定数 R で比例関係がありますっていうのがオウムの法則ですけどこれも線形応答領域じゃないと成り立たないわけですよね。っていうのはいきなりものすごい電圧をかけたら抵抗壊れちゃうじゃないですか。なので、えー、とーまあなあらゆる範囲っていうのはその線形応答領域っていうのがあってさらにそのちょっと先にその線形応答でべき展開できる範囲っていうのがあってその先に完全な非線形。 応答領域っていうのがあるわけですよねで。ものすごい値がでかくなりすぎるとその非線形応答領域みたいになっちゃうから、まあ、あ対象が壊れてしまうっていうような部分があって、まあ、この辺まで話すと、まあ、それはそれで人間関係に近い部分もあってその強烈なやつがいきなりいなくなるとか強烈なやつがいきなり入ってきたりとかするとその集団全体が壊れてしまうみたいなのっていうのはあるから、まあ、それはそれでそこまで考えてみても、まあ、実は成り立ってるような気もすると。じゃあ えっと、この外部からの応答に対して、まあ、節道っていう言い方をするんだけどさ。えっ、ー、と、外部からの接道に対してお、えっ、ー、と何かで応答するっていうのって、他にどういうものがあるかっていうと、まあ、一番簡単なのは作用、反作用でしょうと。まあ、例えば壁をこうやって押すっていう、ごめん壁が映ってないけどさ。<laughs> えっと、壁をこうやって押すっていうのがあって、えっ、ー、と、中学の物理でも高校の物理でも習うけど、この、 押した分だけ壁が押し返しているんだみたいな習い方しますよね。そんなバカなって思いませんあの、<笑><笑>それはおかしいだろうみたいな。そんなこの壁に意志があるみたいな考え方するのかみたいな。壁に意志があって俺が押した分だけ押し返してきてるから、だからこれは動かないんだみたいな説明を受けますよね。で、えっ、ー、と、この作用、反作用っていうのは、まあまさに、えっ、ー、と、変化に対してそれを妨げる方向に力が発生するっていう、まあそれこそレンズの法則を発想する上での 基本になってるわけだよね。で、レンズの細かは電磁気の世界だけど、もともとは、要するに全部物理っていうのは力学に帰着されてて、力学でこういう作用、反作用みたいなのがあるから、まあそういうのが成り立ってると。で、えじゃあ熱力とかってあるんですかって話になってくると、まあ実はあって、えっ、ー、と、陽動三一定理みたいなのが、まあ、まあ、本当は微妙だけどね。本 <laughs> <laughs> たは微妙だけど、えっ、ー、と、陽動三一定理が、まあ割とそれに近いかなとは思います。例えばその熱平行状態に、 熱力学的な平行状態にあるような、えっ、ー、と、期待を考えて、それに外部からわずかな節度を与えると。その時に、まあ、これ、あくまでも線形禁止できるような応答ね。で、それに対しての応答っていうのが、自発的な揺らぎに対応する応答と同じであるっていうのは、まあ、まさに作用・反作用みたいなことを言ってるわけですよね。なので、えっ、ー、と、割とあらゆる、その、 なんだろうなレンツの法則っぽいような現象っていうの,の中に、まあ、陽動三インステリがあったり、作用・反作用があったりするわけです。で、えっ、ー、と、まあ、量子力学の世界でどうかっていうのはよくわかんないけど、別にあの世界だって作用・反作用あるはずですから、まあ、そんな取り立てて言う必要はないっていう感じだと思うんだけどね。で えっと、こっち側のサイドっていうのを、まあ、眼形性と言ったりしますよね。まあ、つまりロバストネスですね。まあ、これ、よくその <laughs>、その、生命とは何か界隈の人たちが好きな言葉なんだけど、このロバストっていう言葉 <laughs>。それロバストだよね、みたいな。その、えっ、ー、と、変化を妨げる向きに、K を、えっ、ー、と、維持しようとして、こう、同行するっていうのが、うんと、ロバストってやつです。まあ、例えば、 うんと自然治癒力とかって、まあ、生命現象で言うだよ。簡単に言うと、自然治癒力とかって変化を妨げる向きに作用してるじゃないですか。傷ができました。でも、自然とそのまま治ってしまいます。これめちゃくちゃ、実はすっごい不思議じゃん。すごく不思議なんだよ、これ。あの、生物やってる皆さんって割とそれを簡単に受け入れてるけど。<laughs> だから俺バイオロジストって好きじゃないんだけど。 その、なんだろうな。あのね、物理やってない人ってどこが問題かっていうと、それが自然なことか不自然なことか分かってないのよ。<laughs> もうそれが非常に問題で,で。あの、自然治癒力とかってもう全然すっげえ不思議じゃん。そんなわけないよね。傷がついて血が出てバーってなってて、まあ、あの、もちろん、バイキンとかね、入ってそこで炎症を起こしたりとかするけど、そういうことがなければ、自然にホットケア治るわけだから、そんな不思議なことないですよね。んで、 えっと、これって、さっき言ったように、いや、例えば俺がここにバーって傷をつけたと。で、血がバラバラ出てると。そうすると、高橋圭という肉体が変化を妨げる向きに作用するから、だからこそ自然治癒力でな、あの、治るわけですよね。っていう、まあ、この変化を妨げる向きっていうのをうまく使ってるっていうのが生命現象の特徴ではあるんですよ。なので、えっ、ー、と、まあ、他にもいくつかあるんだけど、まあ、それはちょっと後で喋ろうか。 っていうのが、まず一個あると。このロバスト側ね、眼検性っていう、ロバストネスって言われるやつがあって、それはどういうのかっていうと、えー、と変化を妨げる向きにどうこうっていうやつですよと。でこれは、まあ、がっつり物理で言うとどういうのがあるかっていうと、レンズの法則とか作用反作用とか、まあそういうのがあるよと。で、えっ、ー、と、生命現象で言うとどういうのがあるかっていうと、自然治癒力とかそうですよねっていうのが、まあ、あるというような話なわけです。で、もちろん、えっ、ー、と、さっき言ったように、その、 応答の範囲っていうのがあるから、ものすごい大事故を負って、めちゃくちゃ傷ついたら治んねえってことはあるわけですよ。なので、あくまでもその応答できるような領域の範囲内において、まあこういうロバストネスの現象っていうのが起こるっていうのがあるわけですよね。まあ、例えば、えーと 大腸菌を耐性菌にするみたいなち、まあ、結構危険だと思うけど、実は <laughs> あの。エタノールをちょっとずつこう入れるとかね <laughs>。とか、あの、まあ面白いですよ。顕微鏡を持ってる皆さんはそういうのやった見たらいいかもしれないけど、えっ、ー、と、なんか水たまりからさ、適当にさ、その微生物を こう拾ってきて、で、それをこう顕微鏡で入れておいて、そのチャンバーの中に、こっち側に、ほんのちょっとだけ洗剤入れておいて、みたいなね。<laughs> そうすると、どの範囲で死ぬみたいなところでやるけど、でも結構耐性したりしますよね、そういうのやると。どれくらい皆さんそういうことをやったことがあるかっていうのにもよっちゃうんだけどさ。えー、っと、<laughs> まあ、あんまりそういう残酷なことはしない方がいいけど、ミクロの世界に対してね。で、なると、えー、っと、ちょっとずつちょっとずつ死んでいきますよね。で、だけど、 耐えちゃうやつもいるじゃないですか。で、耐えちゃうやつがまた増えたりしますよね。っていう、まあ、こう、生命現象っていうのは、ロバストネスっていうのは、すごく使ってるわけですね。外、外部からの揺らぎによって、えっ、ー、と、事故をどれぐらい保つかっていうようなことを、まあ、実はしているわけですよ。で、えっ、ー、と、まあ、詳しい人というか、わ <laughs> かんない。普通に思いつくかもしんないけど、まあ、実は、ロバストネスだけでは、ロバストネスだけでは、生命って、 あの成り立てなくて、なくその逆サイドで言われるのがプラスティシティですよね。過疎性って言われるやつで。えー、ともうこれは高校の生物でもならんのかな。高校の生物でシナプスの問題とかがあって、一、えー、回その刺激を受けたやつっていうのは、もう一回やると刺激を受けやすいみたいなやつ。刺激を受けやすいじゃないや。刺激を受けた時、えー、ときに反応が過敏になりやすいっていうのがあったりしますよね。これをプラスティシティというわけです。で えっと、まあ、物理でどうこうっていうのはあんまりないけど、もそもそもその可塑性っていうのがどういうものかっていうと、まあ、例えば粘土とかを想像してさ、でこうやってビヨーンって伸ばしたとするじゃん。でも、力加えて、加え終わった後なのに元に戻ったりしませんよね。で、これがもうちょっとこの男性性が強い、えっ、ー、と、ゲルみたいなやつだと戻ったりしますよね。それこそバネみたいなやつだと戻りますよね。バネ、 バネが、あの、どうし、どうして素晴らしいかというと、<laughs> その、バネがどうして素晴らしいかというと、その、加えた力 F に対して、KX っていう線形応答性を示すからですよね。<laughs> あれも F をものすごい、あの、勢いで、バネを壊す勢いでブヨーンってやっちゃったら、仮想的になりますよね。はい、元に戻りません、みたいな。だから、 バネってすごくちょっと生物っぽいんですよ。要するに線形応答領域であくまでも F イコール KX の範囲内でこうビヨンビヨンってやってるだけだったらロバストなんですよ。こうやってやって、はい、元に戻るみたいな。元に戻ろうとする力がどんどん働,働きますよね、バネって。で、それがしかも KX で線形応答してるじゃないですか。で、だけど、ものすごい力でビヨンって引っ張っちゃったらもう元に戻んないですよね、バネ。 まあメガネとかもそうですよね。メガネの、えー、とここの部分、ここの部分って、一回こう、一回になっちゃうとこっちになっちゃったりとかしますよね。<laughs> こういうのを仮想的と言うんですけど、だけど、なんか今ので言うとさ、その個体をそのまんまにできないから危ないっていう感じがするじゃないですか。仮想的だと。だけど、仮想性っていうのを実は生命っていうのはすごくうまく使っていて、えー、とシナプスもそうだし、えー、とパブロフエフェ,フェクトとかもそうですよね。要するに何だろうな。 えっと、餌をあげるときに必ず光が出るようにしておくと。で、そうすると光っただけで、その犬が、えっ、ー、と、よだれを垂らすようになるみたいな。ブザーだっけごめん。光じゃなかった気がする。ブザーだった気がするけど。っていうのがありますよね。もともとパブロフの犬ってそういうやつですよね。で、えっ、ー、と、そういうのです。なので、うんと、なんか危険を察知して、まあこういうの直感力に近いんですけど、実は。<laughs> これで直感と繋がってくるんですけど。 <laughs> あのね、みんな結構勘違いしてるんですけど、俺が喋ってることって基本的に全部繋がってるので <laughs> あの、直感と論理とかの話もどうしてしてるかっていうと、生命とかに興味あるからしてるんですよ。<laughs> あのじゃあ論理っていうのがもうどういうのかっていう,とっていうのとかあるじゃないですか。とか、えー、とちなみに今日の話もこの間の、えー、と反出生主義の話にちょっと繋がるので、えー、と最後の方ちょっと楽しみにしておいてほしいですけれども。<laughs> なんだっけごめん。えーと、別に自分の自慢をする必要はなかったわ。なので、この仮想的な、まあ、仮想性っていう時は、なんか、なぜか日本語で仮想性っていうんだよね、あんまりプラスティシティって言わないんですよ。このプラスティシティっていうのが多分発音しにくいからだと思うんだけど、で、眼見性とはあんまり言わなくて、どっちかっていうとロバストっていうんだよね、で、でこれあんまり良くないと思うんだけど、その眼見性とロバスト、だからと、あ、違う違う違う、眼見性と仮想性と、えーと、ロバストとプラスティシティ。まあ、これ全部。 こう、なんだろう <laughs>。集合として同じことを言ってるんだけど、はい。なんかそんなのを、こう、二つ、こう、なんだろうな。うまい具合に生命っていうのは、いいところで使いながら生きてるっていうのが、まあ、基本的な、その、なんだろうな。生命現象に対する普遍的な理解の仕方が、まず一個あるんだと思います。ただ、えっ、ー、と、俺は、あの、ここまで喋っておいて、 あれなんですけど <laughs>。俺は、これはソフトマター全般に現れる性質だと思ってて <laughs>。その、ロバストだっていうことも、プラスティシティだっていうことも、そんなに珍しい現象じゃないんだよ。だってバネだってあるんだもん。バネだって仮想的な部分があるし、えっと、ロバストな部分があるわけじゃないですか。で、一番最初に言った、レンズの法則だって変化を妨げる向きにもなるし、えっと、その線形応答領域から外れたようなもの、 を持ってきちゃえば、ものすごい磁場みたいなものをバンっていきなり持ってきちゃえば、えー、とその相互,相互誘導されて、えー、と電流がものすごいバって流れてで、えーとまあ、電流っていうか電波がそこにバって発生するので電圧が出てきてで電流が流れる前にそれが壊れちゃうっていうこともあるわけですよなのでうんと俺個人の意見としてはそれってそのソフトマターに特徴的に現れる性質っていうのが 基本的なな意見なんですよ。だからあんまりそのロバストとかえっ、ー、とプラスティシティに着目をして研究しなくてもいいんじゃないかなっていうのが個人的な意見ではあります。それはあの個人の研究としての意見ね。<laughs> 個人の意見としてはそうなんだけど、けど、えっ、ー、と多くの人は割とそのロバストとプラスティシティっていうものに着目をして、えー、とどうこうするのが いい、本質的っていうふうに思ってたりもするので、うんと、まあ、それはそれで、まあ、間違ってなくはないからね、別に、ね、<laughs> なんでそういう時は、その、なんでそういう時はロバストで、なんでそういう時はプラスティシティなんだよっていう文句はあるんだけど、けど、えっ、ー、と、間違ってはないので、まあ、いいんじゃないかなとは思いますけど、なんか別に、そこがね、まあい、今から話すんだけど、そこが必ずしも、 えーと生命に固有の現象かって言われると微妙な気がすするんですよ別に物理現象でもあのロバストと可塑性がなぜか成り立つっていうことってあるのでうーんどっちかっていうとそこに着目をするんだったらもしそこに着目をするんだったら物理現象でさっき言ったレンズの法則とかそういうものをこう全部こうなんだろうな総当たり的に見て。 で俯瞰してみた時にうんとあくまでもその物理現象としてどうしてそこでそのそういう法則が成り立つのかっていうのをもっとユニバーサルに見るみたいな方向の方が正しく正しいその態度な気がするんですよ。わざわざ生命現象みたいなその変数がものすごく多くて、えー、としかもなんだろうなうんと。 時間依存しててっていうような、まあもちろん変化を妨げる向きだから時間依存は絶対してるんだけど、けど、あまりにもさ、その条件を揃えるのが大変じゃん、生命って。<laughs> なので、えっ、ー、と、その時間依存性が強いようなものっていうのを使う必要はないかなと思っちゃうんだよね。正直。そこに着目をするんだったら。で、えっ、ー、と、まあもちろんね、 えとそうじゃないというか、どっちやねんっていうような現象もあって、例えば走行性とか pH 応答性とかっていうのは、俺はどっちやねんっていう現象だと思うんですよ。えっ、ー、と、まあ、例えば、ボルボックスとかが、うんと、弱い光に反応して、それが、 それにこう近づいたたりりととか、かかかあるるは遠ざかったりとかもするのかな。まあ、それがそのボルボックスの状態によったと思うんだけど、えー、と近づいたりとか遠ざかったりとかってするような現象とかがあるんだけど、まあ、この辺が物理現象と違って生命現象の面白いところで、まあ、物理現象ももちろんそういうのはあるんだけど <laughs> あるんだけど、えー、と生命現象が特徴的に見えるような 現象で、ボロボックスたくさんいるじゃん。たくさんいて、光あるじゃん。で、全部同じ遺伝子型だとするじゃん。けれども、こう、近づくやつもいれば遠ざかるやつもいるっていうかさ、その近づくやつもいるし、えっ、ー、と、なんか俺もういいや、別にここにいればいいやっていうやつもいるわけよ。で、うんと、こういうのなんか本当に多くて、例えば、俺、細胞性年金見てたので、細胞性年金とかでも思うけど、 細胞性年金って光から逃げるんですよ。どっちかっていうとね。そ、そういう走行性がちょっとだけ見れるんですよ。まああんまり有名じゃないし、あんまり、なんだろう、その、実験ベースでどっちかっていうとめんどくさいっていう。だって強焦点検引きを使ってると、ずっと強焦点検引きを使って見てるわけじゃないですか。細胞性年金を。そうすると、光が照射されるたびに細胞性年金いなくなっちゃうので、追っかけなきゃいけないとか、<laughs> 追っかけるわけにはあんまりいかないので、まあ適当になんだ、逃げないでって思うじゃん。で、面白いのは、その、 逃げる奴もいれば、丸まって耐えるやつもいるんだよね <laughs> で。それが結構俺は面白いと思ってて、んとどうしてそうなんだろうと。その細胞の個性みたいなものっていうのが、どういうふうに養成されるのかっていうのに、俺はすごく興味があるんだだって遺伝子型同じだしさ、同じ、その、あの、あれに入ってるわけじゃん。倍値に入ってるわけじゃん。で、えっ、ー、と、まあ場所がちょっと違うとかはあるけど、で、それが、その、 なんだろうな、バタフライエフェクトみたいなもんで、そのちょっとの初期条件の違いっていうのが、すごく影響するんだって言われれば、それは確かにそうかもなと思うけど、うーん、でも、例えば、その、さっき言ったようなボルボックスみたいなのっていうのは、まあ、ほとんど多分同じだよね。で、 まあもちろん分裂とかするからあれだけど、けど、走行性があるものもあれば、ないものもあるっていうのがあって、えっ、ー、と、他の pH 応答性のやつとか、まあ細胞性年金だとサイクリック amp っていうのに応答するんだけど、まあそういうのに応答するようなものっていうのも、みんながみんな応答するわけじゃないっていうところが、俺は面白いと思うんですよ。で、うーんと、うん。うん。<laughs> いや、例えばね、例えば、えっ、ー、と、 俺がいた研究室ってさ、博士で。俺が博士でいた研究室って、どっちかっていうと細胞を使わないわけ。で、えっ、ー、と、化学現象で生命っぽい振る舞いっていうのを、その、なんだろう、有機合成で生命現象っぽい振る舞いを再現しましょうみたいなラボなわけよ。で、そうすると、その、まあ、動く油的、油的っていうのがあって、まあ、水の中にさ、油をこうやって、こう、 拡散させてで、えっ、ー、と、そうすると、こう動くわけよ。マランゴニ対流ってやつで動くんだけど、そのマランゴニ対流っていうのが、中で化学反応が起きていて、それが一時、なんだろうな、一次元的に まあゼロ次,次元的に閉じているわけではなくて、二次元的にこう動き、まあ、本当は三次元なんだけど、<laughs> あのチャンバーで見てると二次元なんだけどさ、<laughs> あの二次元的に動き回るっていうような現象があるわけね。で、えっ、ー、と pH 応答性を持った湯滴みたいなのを作ることができるわけよ。で、こっち、こう、なんだろう、えっ、ー、と pH あの酸性とかにしておいて、こっち塩基性とかにしておいて、そうすると湯滴がこうやって動いていくと。で、まあそれ、 えっと、俺がドクターの時にマスターの方がそういうことやってて、で、えっ、ー、と、これ生命っぽいですよねって発表するんだけど、俺が、 まあ、毎回、ほぼ、ほぼ毎回突っ込んでたの。かわいそうだなと思うけど <laughs>。それ全然生命っぽくないよ、と。なんでかっていうと、いや、生命現象見てごらんと。動くやつもいれば動かないやつがいるから、生命現象なんだけど。あなたが作ってるのって全部有的動いちゃうじゃん、と。<laughs> それが、例えば、えっ、ー、と、7割動きます。7割賛成側に動きます。えっ、ー、と、3割なぜか動きませんとかだったら、すごく生命っぽくていいんだけど、全部動いちゃってたら、それは生命っぽくないよっていう <laughs>。 話があっって、えー、とまあ、例えばさ、だから大腸菌とか、ああいう細胞性粘菌とかの、その、単細胞っぽいやつね。まあ、細胞性粘菌、単細胞じゃないんだけど、えっ、ー、と、単細胞になってるやつの時っていうのは、その、何ていうのかな。餌をどういうふうに認識するかっていうのはあるわけよ。で、その自分の状態によって、餌いるかいらないかっていうのをジャッジしなきゃいけないじゃん。なので、えっ、ー、と、こっちに餌があるっていうのを、こうやって、 近づいていったりするわけで。で、その光がある方向に餌があるのか知らないけど、なんで光の方向に動くのか知らないけど、多分バカだからなんだけど。<laughs> けど、えっ、ー、と、まあそういう現象っていうのが、俺は行くし、俺、お前は行かないよな、みたいなのが、その時間のちょっとした違いによって遺伝子は全部同じだからね。遺伝子は全部同じだし、まあ、場所もほぼ同じだとすると、その、その、 細胞の本当にちょっとした要因によって俺動く動かないっていうのがあったりするわけでね。で、この動く動かないっていうのは結構、その本質的っていうかさ、なんだろう。生命って、まあ4つの定義があって、えっ、ー、と、今日は間違いないぞ。えっと、コンパートメントと、えっ、ー、と、エネルギー代謝と、えっ、ー、と、自己複製と進化する力のこの4つがあるんですけれども、この4つっていうのを維持しようとして必ず動くんですよ。 必ず。まあ、植物だって動くわけですよ。で、えっ、ー、と、だから、どうしても、それに最適化して動くから、その、なんか、ぽい感じになっちゃうんだけど、実はそうじゃなくて、えっ、ー、と、パーシスタンスみたいな現象っていうのもあるわけだよね。えっ、ー、と、パーシスタンスっていうのはどういうのかっていうと、まあ、なんか薬剤をバーって振りかけると、その、7割死ぬけど、3割生き残るみたいなやつがあって、<laughs> まあ、あ8、2かな、9、1かな忘れちゃったけど、まあ、なんか、それぐらいで、その、 少数派だけちょっと生き残るみたいな性質があったりするわけよ。だけど、大腸菌の遺伝子全部同じなんだよ。大腸菌の遺伝子全部同じなんだけど、ちょっとだけ生き残るんですよ。じゃあ、このちょっとだけ生き残ったやつをまた増やしてみましょうと。はい、また増やしてみました。はい、また薬剤かけましたっていうと、だって、みんな生き残ったやつの子孫なわけじゃん。したら、生き残った、あの、なんだろう、う頑張り具合っていうのを持ってるはずじゃん。だけど、だけど、それで増やして、もう一回薬剤かけると、また、 同じように3割減ると。<laughs> っていう、この、この感じが、なんとも、その、ロバスト。まあ、ロバストっちゃロバストだよね。その、その、えっ、ー、と、形全体っていうのをどうにか保とうとするわけだから。だけど、えっ、ー、と、プラスティシティって言ったら、いや、あの、死んじゃうやつもいるから、まあプラスティシティっちゃプラスティシティだなっていう、この辺の、その、ロバストなのか、プラスティシティなのか、よくわかんないな、みたいな、 現象っていうのが俺は生命っぽいなと思うんだよね。<laughs> あくまでっぽいなね。<laughs> そのあのんだろうな細胞とかそういうものを全部こう粒子だと仮定すると、まあ、どうしても物理屋さんなので物理屋さんはどういうふうに考えるかっていうと何でもかんでも丸にしちゃうわけね。その K が牛だとしてもまず牛は全部あの 球として考えましょうとか思うわけですよ <laughs> で。で、その細胞をその粒子みたいなものとして仮定すると、えっ、ー、と、ロバストなのか、えっ、ー、と、プラスティシティなのかよくわかんないっていう状態になることが生命っぽい感じが、まあ、するかなと。で、えっ、ー、と、こういう現象って、まあ、物理であるっちゃあるんだよね。あるっちゃあるけど、結構複雑なんですよ。 物理でもなくはないんだけど、結構その特殊な状況じゃないと、なんかあんまりそういうことは起きないっていうのがあると。で、じゃあもっともっともっとマクロ系っていうかさ、まあ最後人間関係まで行くわけですけど、<laughs> 人間関係まで行くけど、えー、っと、 シマウマの群れとかの話って俺よくここでしてるけど、えっ、ー、と、シマウマの群れってあるじゃん。で、えっ、ー、と、ライオンがこう襲ってきた時にさ、その、元気のいいシマウマが殺されてはいけないから、その集団の中で一番弱ってるシマウマが、あ、僕ですっていう感じで、あの、時速を落として、で、ライオンに食われるっていう現象があるんだけど、<laughs> これは、その、マクロからの要請だと思うんだよね。なんでシマウマってリバタリアニズムじゃないのみたいな。<laughs> そのなんか、自由 主義的に振る舞っっててもいいはずじゃんって思わないそのなんか集団全体のことを考えちゃってるシマウマっていうね <laughs> いや俺が俺が死んだ方が集団のためになるからみたいなその何て言うのかなその要請ってあるわけじゃないですかでその一シマウマそのやられちゃう弱ってるシマウマにとってみると損しかないんだけど全体の集団からするとロバストな現象ですよねつまり ライオンっていう外的要因、その環境の接動があって <laughs>、外界からの変動があって、これを接動と呼ぶんだけど、えっと、外界からの変動があって、それに対してシマウマの集団がどういうふうに振る舞うかっていうと、偶然、その幾何学的な位置として、えっと、元気なシマウマがいて、そいつが食われると大変だから、その、その、その集団にとって、その、 なんだろうな。現状が維持されないので、だから、せめて弱ってるシマウマがあの出てきて、それで殺されてくれっていう話なわけじゃないですか。なので、えー、とここにその変化を妨げる向きみたいなのがご要請されてますよね。なので、そのシマウマは、えー、と自由主義的に振る舞わないわけですよ。じゃなくて、どっちかっていうと効理主義的に振る舞って、え、みんなのために僕やられますみたいな。いやそんな 別にどうでもよくないみたいな。<laughs> 自分が生きてることが大事じゃないって思うんだけど、でもそうなるっていう。まあ、でも、えっ、ー、と、まあ前にもここで話したかもしれないけど、YouTube で話したかちょっと忘れちゃったけど、ここで話したかもしれないけど、あれとかはそうですよね。えっ、ー、と、特攻隊とかは完全にそうですよね。だ人間の刑でそれがないわけではないわけですよ。別にさ、あの、いやん、 多分これもここで前にも話してくるから同じ話かよって思われるとあれなんですけどえ、えっと、特攻隊とかもおかしいよね例えば俺がその当時さ、その二十歳前後で,で、えー、と飛行機を操縦できる、うん、と有能な人材だとして、で、えー、と特攻隊って言ったら、で、俺がさらにリバタリアニズムのインストールを受けてたら適当なあの、 外国の基地に着陸してすいませんこんな感じなんですっていう説明をしようっていう方になるけどね。だって死んじゃったら終わりだからね。<laughs> 死んじゃったら完全に終わりだから。だからなるべくその生きていけるようなその方向性を取ろうとするわけじゃないですか。けど、えっ、ー、と、まあ別に特攻隊に限らず日本はまあね、最近の新聞だとコロナの影響で自殺者数が減ってるらしいですけど、けどまあ自殺大国で この精神病とかで死んじゃう人が多いわけじゃないですか。自分を傷つけたりとかね、するわけですよ。で、えっ、ー、と、それって、だって個人のさ、利益から考えるとおかしいじゃん。だけど、その社会っていうものを、こう、存続させるため。 なんだろう。社会の既存のシステムっていうものを、その変化を妨げる向きに作用したときに、うん、お前死ねやっていう話なわけじゃん。で、このお前死ねやっていうマクロかなの要請っていうのを個々人で感じ取っちゃってるわけですよ。これをみんな普通の言葉で空気って言うんですよ <laughs>。空気的にみたいな <laughs>。空気的に嫌になってみたいな感じですよね。はい。 あのね、えー、っと、まあ、その辺がすごい面白いなと思うんですよね。その、マクロからの要請で個々人が本当はしたくないことをしてるみたいな瞬間で、しかもそれが、その、社会全体のシステムにとって、変化を妨げる向きに作用していて、 その個人が不利益を生じるっていう瞬間っていうのが面白いというと非常に語弊があるんだけど <laughs> 特攻隊は面白いって言ってるみたいで非常に良くないと思うんだけどけどえと少なくともインターレスティングではありますよね興味深いですよねででねえっとこの辺がまあさっき言ったようにこのまあロバストっていうだけもしくはプラスティシティっていうだけだったら まあ実は、えー、と物理っぽいんですよ。どっちかっていうと物理現象っぽいんだけど、このロバストでもいけるし、プラスティシティでもいけるし、これになんか選択権があるみたいな振る舞いを感じた時に人はその人に意思を感じたりとか、あそういう気持ちを持ってたんだみたいな表現を俺は使うと思ってるんですよ。例えば、えーと この集団に誰からも必要とされてないみたいなことを感じ取った子がいて、出て行こうとしたら集団に引き止められるみたいなね。それっていい話に聞こえるけど <laughs>、わかるこの感じ。例えば、なん何だろう何でもいいんだけどさ。まあ、その、 吹奏楽をやっている,るとしよう。で、えっ、ー、と、その子がトライアングルをやってるとしよう。別にトライアングルの音なんて聞こえないし、とかって思ったとしよう。で、えっ、ー、と、だから私出てくわみたいな感じになったとしよう。したときに、えっ、ー、と、いや、なんとかちゃんにはいてほしいのよみたいな、その、 その感じその、その集団の感じっていい話みたいな感じで捉えられるけど、実は <laughs>、単純にロボストなんじゃないかなっていう <laughs>。その変化を妨げる向きにみんなが作用してるだけなのではっていう <laughs> 話があって <laughs>。で、えっ、ー、と、ん、じゃん。で、その仮想的なのも全く同じで、例えばすごい強烈なキャラクターが集団の中に入ってきて、その経営をめちゃくちゃにしていくみたいなのってあるじゃないですか。だけど、なんか、 あの、あれ、まあ、例えばほら、GTO とかでいいよ。GTO とかで、えっ、ー、と、鬼塚英吉がこう入ってくるでしょそうすると、なんか、クラスがどんどん変わってって、なんか一体感を持って、で、その、あの、鬼塚がいなくなっちゃうってなると、彼を引き止めようとするみたいなね。なんか、そういうのがあったりするわけじゃないですか。で、でもその、形全体が、こう、明らかに変わっちゃってて、仮想的だみたいなのって、実は、その、物理っぽいんですよ。非常に。だけど、だけど、 それが選べる瞬間、どっっちでもいいよっていよて、うん、の変化してもいいし一緒に変化してもいいしそのその影響を受けて一緒に変化しちゃってもいいしかといって別に。 変化を妨げる向きに動いてもいい。その人を除外するんでもいいし、その人を引き止めるんでもいいし、っていう選択肢があるような状況、50-50じゃなくてもいいんだけど、40-60でもいいし、30-70でもいいし、まあでも、30-70になるとパーシスタンスに近くなるから、なんだけど、<laughs> まあ、40-60ぐらいにしようか、ぐらいの、あの、感じの中で、いや、でも俺はこっち、でも私はこっちを選ぶ。なんでかっていうと、私はこう思ったから、っていう風にすると、その人に 意ととかそういういものを感じるとなので一番最初の話に戻るとレンズの法則で、えー、と変化を妨げるる向きにに人は行動してしてまいがちになると例えば、えー、と何も知らない人がいきなりたくさん自分の方に距離感を詰められたら人は誰でもなんだろうっていう感じになって警戒しますよねでその変化に対して妨げる向きに「いやいやいや」みたいな感じになりますよね。 けど、その人が落ち着いてしまったら、今度いきなりその人がバって離れたら、え、なんでみたいな感じになるじゃん。どうしてみたいな。なんでえ、どうして興味を失ったのみたいな。そうすると、こう、どん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 追っていこうとするわけじゃないですか。で、でも具体的に追えない。なんでかというと、向こうから近づいてきたから。だから自分に、自分が追うすべがないんですよ。え、どうやって追ったらいいんだろうみたいな。そうすると、なんか変なことをしだす。<laughs> 変なことをしだすわけですよ。っていうのは、例えば、なんだろうな、リストカットしてみたりとか <laughs>、とか、あと、あの、ツイッターで寂しいとか言ってみたりとかね、とかするわけですよ。そうすると、えー、と変化を妨げる向きに動いてるじゃないですか。したときに、うんと、それって、それだけだと実は物理現象に非常に近い。だから、重要なのは、その、個人が、 どっちも選択できるっていう状況下の中で、どっちを選ぶかっていうことが人間関係に寄与していて、で、えっ、ー、と、物理現象っぽい風になってしまうと、恋愛のようになってきてますよ。はい。<laughs> なので、えっ、ー、と、いかに、この、なんていうのかな、50-50の状況に持っていくかっていうのが、なんだろうな。 相手をジャッジしたいのであれば、多分そういう方向に持っていかないと、いいジャッジにはなってない <laughs>。というのが今日主張したいことかな。だからあまりにも変化の,あの方向を、変化を激しくしてしまうと、単純に物理、まあ、例えば恋愛の文脈だったら、あまりにもいきなりパって離れちゃうとか、あまりにもいきなり近づいてきちゃうみたいなことになると、そりゃ、えー、っと、 なんだろうな物理っっぽいいいい印象っていうのがすすごい強くななるわけじゃないですか。あくまでも連続的にさっき言ったあのクロスオーバーみたいな感じで、えー、とちょっとずつちょっとずつって言った時にその選択肢としてどうなるかっていうのを見ることが大事なんだけどなんかでもね俺はねでもどっちかっていうともともとが物理屋さんだからそのこうやって見たらどうなるんだろうになっちゃうんだよね。 <laughs> 個人的な話をすると、個人的な話をすると、そうなっちゃうんですよ。で、えー、とそう思った瞬間に、多分相手への、相手の人への興味っていうのが、うせてる。だって、うせてるからそれができるんだよ。うせてなかったら、それできないんですよ。 まだやっぱりなんかこうなんじゃないかなっていうのが頭の中で考えている範囲っていうのがあのやっぱここおかしいかなとかこの考え方って違うんじゃないかなとか自分の中で解釈が揺れてる場合っていうのは物理現象に俺は引き込まないですよでえっ、ー、とそれがその生命現象の中であくまでも人間関係って生命現象なので、ね、えっ、ー、と生命現象の中でいきなり切ってみたら もしくは、いきなり近づいてみたらどうなるのかなっていうのを試したくなるときっていうのは、相手そのものに興味がないことが多いですね。なので、えっと、興味があるうちは <laughs> その、いかに50-50に持っていくかっていう感じの方が、ジャッジはできる。だけど、そのジャッジすること、まあ、ここでもう一展開すると、そのジャッジすることがいいのかっていう話になってくるのよ。その、ジャッジし、 うん、そうね。<laughs> そ,うそうそうそう。そこすっごい重要で。えっ、ー、と、ジャッジすることそのものっていうのが、うんと、なんだろうな。相手に対しての節度を与えちゃってるんですよ。だって、ジャッジしてるなこいつっていうセンサーを相手は人間ですから持ってるわけですから。なので、えっ、ー、と、うん。まあ実はね、これ全然恋愛の文脈だけではなくて、えっ、ー、と、上司と部下の関係とかだってそうだし、えっ、ー、と、先生と指導教員の。 指導教員と生徒の関係だってそうだし、まあ、あらゆる全部の、えー、と人間関係で俺はそうだと思うんだけど、うーん、うん。そのジャッジするセンサーってあるからね。相手ジャッジしてるなっていうセンサー。で、相手がジャッジしてるなっていう,いうセンサーが反応した瞬間にその、そのジャッジをしてるなっていう 事柄に対してのロバストが働いたりするからね。もしくは、そのジャッジが強烈すぎると過疎的になったりするからね。なのでうんと、その辺がまた人間関係だと面白いなと思うよね。複雑が、複,複雑性があって。だから、必ずしも、えっ、ー、と、うん、うん、その変化を妨げる向きっていうのを頭でわかってて、相手に興味がなくなって、それをパッてやって、 りました。だけでは、語れない何かはあるよね。<laughs> この辺が難しいんだけどさ。いや、本当に。な,なんでかっていうと、えっ、ー、と、変数が1個じゃないから。変数が1個じゃなくて、その、ジャッジ、ジャッジしてない。もしくは、それを認識してる、認識してないっていう、その、認識に対してのジャッジみたいなのがあるから。だから、えっ、ー、と、うん。必ずしも、その、レンツの法則みたいに、はい、磁石近づけました。はい、電流。 逆あの、変化を妨げる向きに流れました。落ち着いたな、落ち着いて、あ待ってみたいな、必ずしもそれではない。で、なんでかっていうと、変化を妨げて、いきなり妨げた瞬間に、相手が待ってって言った瞬間に、 俺自身もレンツの法則が働くからなので、えーとまあ、こういうのあるじゃないですか。<laughs> 自己誘導とかそうですよね。自己あのレンズの法則の次に習うのが自己誘導ってやつで、えー、と自分で電流流したら、こうコイルにね、自分でコイルに電流流したら逆向きにその、えー、とインダクタンスが働きますよねあの。自己誘導って言いますよね、それを。その誘導起電力が逆向きにかかりますよね、マイナス V の、えー、とデルタ T 分のデルタ なので、えっ、ー、と、さらにその自己誘導された磁場っていうのができて、それがさらに、えっ、ー、と、電流に寄与するわけですよ。わかるえっ、ー、と、自分で最初に電流流したんだよ。自分で最初に電流流したんだけど、それの、 えーと変化を妨げる方向に、えー、と磁場ができますよね。その磁場ができた、その磁場を変化を妨げる方向にまた電流が流れますよね。でそ,その電流がまたさらに、えー、と <laughs> 変化を妨げる方向に磁場ができますよねっていう、えー、とこれであの近似、えーと、大学に行くとそういう計算って本当にするんだけど、えー、とリミットで、逃避級数数かになって、えーと いい具合に落ち着くっていうのがあるんだけど、けど、その等比級数の範囲っていうのがさ、えっ、ー、と、投筆級数で言うと A の R の N-1 以上じゃないですか。この R っていうのがさ、ね、0から1の間だったらいいけどさ、<laughs> それが3とか4とかだったらさ、平気で発散するからね。<laughs> なかなかその人間関係とかっていうのは、その自己誘導の仕方っていうのが必ずしもちっちゃくないから。<laughs> <laughs> だから、えー、と単純な物理現象ではないもちろんその人間関係に限らず生命現象でそういうことがあると思うけど自己誘導っぽいやつがねあると思うけどなんかそういうこともちゃんと考えないと本当はその危険だよなっていう <laughs> 感じがするかなだからうーんとその辺の考察が、まあ、ネット上にはなかったからとりあえず今日はその辺を喋ってみたかなっていう感じですね。 その変化を妨げる方向に相手の気持ちは動きますうん。それはそうだけど、それってちゃんと物理理解してるみたいな。それがどれぐらいの時間か。そして自己誘導が起きて、それが逆にフィードバックする。で、そもそもレンツって眼鏡性の方だけ喋ってるけど、生命現象って仮想的な部分もあるよねっていうのもあって、なんかそこのバランスっちゅうのは、割と考えないといけないのに、 考えてない人が多いなと思って。<laughs> そ,そこまで考えないよね、普通ね。<laughs> というわけで今日はこれぐらいにしようと思います。ほい。えっ、ー、と、どうしようかな。なんか、はい。最後までありがとうございました。えーと、面白かったらグッドボタンを押していただいて、えっ、ー、と、チャンネル登録してくれるとありがたいです。バイバイ。というわけで、えっ、ー、と、ツイキャスの皆さんどうしようかな。ちょっとだけアウトロというか、うん。なんか、あの、久しぶりに、えっ、ー、と、物理。 で、えっ、ー、と、日常生活を考えるみたいなことをしてみたんですけど、やっぱりポイントは、ポイントは覚えないってことなんですよ。すごく重要なのは。あの、うん。えっ、ー、とこ、ここはもう YouTube に残さないので、ここでしかしゃべらないですけど、えっ、ー、と、ポイン、うん。やってて、いつも、俺、こういうことをやってて、いつも思うんですけど、あともブル君さん、こんばんはです。えっ、ー、と、いつも思うんだけど、 うんとね、例えば今日の話とかだったら、レンズの補足ってあるよねと、レンズの補足って変化を妨げる向きに電流が流れるよねって,っていう、その変化を妨げる向きに電流が流れるよねってところだけ覚えてると、あんまり深い議論ってできないんですよ。じゃなくて、じゃあそもそも、えっ、ー、と、電波って、電波じゃないよ、ごめん、磁場ってなんだっけとかね、電流流してるときに磁場っていうのはできてると。とか、えっ、ー、と、うん、なんていうのかな、その 物事の原理原則みたいなものをきちんと考えてそこからうんとちゃんと式ベースでも追ってみてで、えー、とその現象にきちんと向き合ってちゃんと実験もしてみてそのレンツの法則の実験ってみんなどれぐらいしたことあるのか知らないけどさあれってやってみるとすっごく一瞬なんだよでその一瞬っていう経験っていうのも積んでないとその日常生活に落とし込んでどうこう考えるっていうのはできないと思うんだよねだって考察くっそ浅いじゃんその えーと人間関係がレンツの法則ですとかっていう風なところで終わっちゃったら、うん、とじゃあ変化を妨げる方向にいきなり、えっ、ー、と、なんだろう、いきなり近づいたり、いきなり遠ざかったりすれば、相手はこうなるはずだ、ああなるはずだっていう風にやってる考察だけだと、俺は思考のレベルがす、うん、ものすごく浅いと思うんだよね。で、うん、とそうではなくて、 うんとじゃあ、レンツの法則みたいなものって他にどういうものがあるかなって考えてみるとかね。そうすると、まあ、作用・反作用とか、今日出したのは陽動サインステイリーとか、まあ、そういうものがあると。で、そうじゃなくて、じゃあ変化したまま同じように変化してしまうもの、まあ、つまり仮想的なものっていうのは他にどういうものがあるかなっていうふうに考える。考えてみたときに、あ、実はシナプスとかそういうのあるよねと。で、そもそもバネの性質ってそういうのだよねと。で、えっ、ー、と、 いや、そもそも、レンズの法則って、えー、とどういう状況のときに成り立つのっていう。っていうのと、えっ、ー、と、まあ、線形応答とかあって、で、えーと、その線形応答領域に入ってないような領域では、例えばバネだったら壊れちゃうよね、とか。っていうようなことを考えて、そうすると、バネがこ,うこんな一気になっちゃったら、えっ、ー、と、プラスチシティだよね、みたいなことを考えると。そうすると、そうしたときに、じゃあ、今度、人間関係で考えてみると、その、 強烈な力をいきなり与えたっていうのがどういうことにあの対応するかなっていうことを考えるってことがまた始まるわけだよね。その、バネをこういきなりボーンってやっちゃったら F イコール KX が発動する前にバネが壊れちゃうと。でその壊れちゃうってどういうことあ、強烈な人間が来て自分の人格が変わっちゃってその人なしじゃいられなくなっちゃうようなことってあるよねとで。それってメンヘラみたいな状況だよねっていう。っていう その辺の辺アナロジーにつな,がってくるなので、えー、とポイントは俺は覚えないってことだと思っていて覚えない、うん、覚えないっていうのとあと計算をあの否定しないっていうのも結構重要でその割と薄っぺらい人はそういう感じになっちゃうその計算なんかよりも例えばだから式とか見ないそのファラデーの電磁誘導の式とかを見ようとせずにもしくはそれを解釈しようとせずに あとなんだろうなうん。自分でそういう問題を解いてみるとか、指揮を追ってみるとか、そういうことをせずに、いきなり、あ、変化を妨げる無きみたいなところだけ持ってきて、で、えっ、ー、と、そのまんま日常生活に適応しようとする。で、そうすると、いやなんか物理は物理、えー、日常生活は日常生活、みたいなところで考察が止まっちゃって面白くないと思うんだよね。で えっと、あ、反出生主義につなげると言って忘れてたわ <laughs>。忘れてたんだけど。えっ、ー、と、うん、反出生主義のところでも言ったけど、えっ、ー、と、基本ベースとして痛いわけですよ、人生っていうのは。生きてて痛いみたいなのがあるわけですよ。それをどういうふうに、えっ、ー、と、解釈することによって楽しむかっていう、その変化を妨げる向きに自分の中で作用させるっていうのが、俺は重要だっていうふうに言ってるわけね。なので、えっ、ー、と、今日の話っていうのは実は <laughs>、 今日の話っていうのは、実はこの間の話の一般化をしているのであって、けど、具体的なところから始まってるじゃん。レンツの法則っていう。で、うんと、うん。なんかそんな風に思いますっていう。<laughs> なんか話が、知り切れとんぼ感があるけど、なんかそんな感じかな。うん。いや、思うんですよ。たまに。 3体問題ってあるじゃんみたいなねそういう人よくいるじゃんえっ、ー、と1体問題は解析的に解けます2体問題は解析的に解けますだけど3体問題っていうのは解析的に解けないのでだからえっ、ー、と友達が3人いると喧嘩しちゃいますみたいな考察をしてる人がいるんですけどこれ甘いと思うんですよ <laughs> この考察だけだとその物理の面白さっていうのが全然出てきてないんだよ じゃなくて、例えばその二体問題で解けるときってどういう時ときそれは太陽がものすごくでかくて地球がものすごいちっちゃいっていう近似を実は使ってるよねっていう。で、そうしてそれを人間関係に当てはめてみると、まあ実は どっちかがものすごくド S で、どっちかがものすごくド M で、だから相手がすっごい我慢してて成り立ってる関係っていうのが人間関係のマジョリティだったりするんじゃないのみたいな考察まで入れないと、これだけだって薄いんだよ。これぐらいでも薄いんだけど、けど、えっ、ー、と、その2体問題は解析,的解析的に解ける。3体問題は解けません。みたいなことだけを覚えてると、その、ちゃんと式変形をしてるから、あ、ここで近日使ってるじゃんと。だから、 太陽めっちゃでかいこと使ってるよねとそれに対して地球めっちゃちっちゃいこと使ってるよねとこの近似を使ってるからあくまでも解析的に解けるって言ってるのであってっていうところが思いつくはずなんですよ。だけどそこがないとその物理でえっ、ー、と高校物理でもなんでもいいんだけど高校物理も大学の物理でも何でもいいんだけどそういうものをこう 自分の中にインストールしてそれを具体的に何かに使う日常生活の,その研究とか仕事とかそういう本当に理系で使わなきゃいけないシーン以外で使うプライベートで使うっていうところにまでいけない理由はこの辺にあると覚えちゃってるからそので、えー、と適用のさせ方っていうのは本当にちゃんと理解してないと適用できないようになってるところが物理っていいなって思うんだよね 割とちゃんと理解してないと、その武器をきちんと使用できないようになっているっていう <laughs> のが、あの、面白いかなと思う。まあ、もちろん俺もそんなにめちゃくちゃちゃんと理解してるわけではないし、えー、と聞く人が聞けばここって甘いじゃんっていうところってすごくあると思うんだけど、けど、うんと、多分その、巷で言われている適用のさせ方よりは、 それなりに深いし、アナロジーとして面白いと思うし、そんなに間違ってないとも思うんだよね。結果だけを見ちゃうんじゃなくて、式とか原理とか類似するものを理解して、どういう状況でそうなるかなぜかも考える必要があるってことですね。そうですね。なので、なんかね、みんな標語だけ覚えてるんだよね。その標語だけ覚えるのはやめましょうっていう感じだね。うん あれもそう、エルゴード仮説とかもそうね。エルゴード仮説は熱力学に関係ない、関係ない、関係ないっていところだけ覚えちゃってるっていうのが問題で、えーと、どうして関係ないっていうふうに言われてるのか。そもそもエルゴード仮説と,、えー、と、熱力学ってどういう、その、熱力学っていうか、熱統計力学とどういうその兼ね合いがあるのかっていうようなところまで突っ込んで理解しようとしてない。そうする、したときに、うんと うん、まあみんなね、楽だからね。その考えないで、えっ、ー、と、それっぽい人がそれっぽい言い方をしていて、そのそれっぽい言い方のところだけ抽出して、それを言ってれば賢いみたいな感じになっちゃう楽さがあるんだけど、えっ、ー、と、楽をした分だけおそらくその人は理解すべき事柄を理解してないんだよね。で、その理解すべき事柄を理解しない分だけ、 無駄な時間を過ごしているせっかくそれやればいいのにちょっと自分で汗水垂らして考えてみればいいのにそこで考えないことによって本当の意味で楽しさを得られてないっていう部分があるんじゃないかなと思うんだけどねそんなにあれしなくていいと思うけどねその恥ずかしがる必要はないしなんか疑問に思ったことは全部聞いた方がいいよどんなことでも 別に、その数学とか物理とかは特にそうなんだけど、やってて、理解したいと思ってて、えっ、ー、と、これなんかよくわかんないっていうこと柄に関しては、もう特にちょっとでもわかんないと思ったら、ちゃんと聞いた方がいいし、もちろん自分で考えることも必要なんだけどね。<laughs> これをさ、いやこ、この辺のね、意見が変わったのはね、アメリカに行って変わりました。アメリカの子たちって、あの、ちょっとでも疑問に思ったら全部聞いていいんだよっていうと、本当に全部聞くから。<laughs> <laughs> それはやめてほしいなと思って、ちょっとやっぱ自分で考えて、その、日本人の空気感みたいなので、質問しにくい空気感があって、その中で、これはっていう、そこの、こうなんか、さじ加減みたいなのって、割と重要なんだなと思ったんだけど、日本人に関しては、えっ、ー、と、そうね、あの、ちょっとでもわかんないことがあったら、それは聞いてみた方がいいですね。聞くは一時の恥とは、本当によく言ったもんで、あの、疑問を疑問のまんま自分の胸に留めておくのは損ですよ。だから、えっ、ー、と、 うん、なんか俺は疑問に思ったことがあったら疑問に思ったことがあってそれが自分の思考力ではおそらく改善しないだろうと思ったことに関しては絶対聞きますね絶対に聞きますその数学とか物理以外にもなんでこういうこと言ったのとかなんでこういう選択を取ったのとかっていうようなことが理解できなければよああの日常生活においてもってことね日常生活においてもちょっと理解できないししかも気になるなっていう時は ごめん。えっと、必ず、うん、ほぼ必ず聞きますね。で、理解できちゃう、もしくは興味の対象からずれると、別に聞かなくてもいいやって思うけど、うん。で、数学とか物理に関しては、まあ、やっぱ、これなんだろうっていうのは、自分の中で怖いので、だって、一箇所でもあったらさ、何にも理解できてないっていうこともありえるからね <laughs> 数。数物の場合は。アメリカはそうなるんだね。うん、そうっすね。うん。 なので、ちょっとでも、おかしい、変だな、気になる、なんでって思ったら、その相手にきちんと聞くっていう態度は重要だと思いますね。まあ、なかなかね、なかなかとは言いながらなかなかできないんですけどね。<laughs> 俺だって全部聞いてるかっつったら全部聞いてない気もするし。けど、うん、多分みんなよりははるかに聞いてる率は高いよ。はるかに聞いてる率は高いし、 そのよく思うんだけどその、ここで聞いておかないと、あ、えー、とで家に帰ってから、そのなんだろうな、あそこで聞いておけばよかったって思って、自分でそこまでにたどり着くその思考の時間の長さっていうのを考えると、めんどくせえなと思っちゃうことが多いので、それよりは聞聞いいいてわかるんだったら聞いちゃいますね聞けるこあの。聞きたいことを聞ける能力ってすごい重要よ、そういう意味で。 で、そういうのが蓄積されているとどこに自分が疑問を持つかとかこれがおかしいって言って自分で解決する能力も上がっていくので聞くことによって自分のウィークポイントっていうのが分かるようになってるからなのでえっ、ー、と俺はここが理解をする上で穴になりがちだっていうようなところっていうのは押さえていかないと頭良くならないなんでかっていうと自分の癖がわかんないからで自分の癖がわかれば自分一人で考えてたどり着く つけるる。ようになるそうすると,、えー、とさっきみたいに何だろうな日常生活に適応する時にどこに着目して適応すればいいかっていうのが分かるようになると思うんだよね。その辺かな。っていう感じで今日は終わりにしようかな。いやー疲れた。